足の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口店の佐伯でございます、えー、本日はですね、えー、昨日ご来店いただきましたお客様もそうなんですけれども、えー、外反母趾が痛いからといって大きい目、えー、そしてですね柔らかい靴を履く方が非常に多くなってるんですね、えー、どういった靴かと申しますとこういったあの、えー、大きめではないんですけれどもここがかかとが柔らかいそしてここの、えー アッパーのこのこ素材ですね、えー。すごい柔らかすぎ、えー、なぜ良くないかと申しますとかかとが柔らかければですね、えー、ここの部分は家の大黒柱になってますのでぐらついちゃうんですねそうしますと足が前に前に行こうとして、えー、非常につかみ足になってしまうんですね不安定になると、えー、足がこう動かないようにつかむ。 そうしますと前足部に非常にこう力が加わって外反母趾の原因になってしまうんですね。ですからしっかり、えー、かかとがしっかりしたものそして紐をしっかり締める、えー、どうしても先ほど言いましたように外反母趾になると痛いから大きい靴そうしますとどん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 悪化してしまいますので、えー、ぜひですねあの自分に合った靴そしてこのアッパーの硬さもですね、えー、外反母趾の方に合った、えー、その症状に適した硬さ例えばこういう。 非常に痛ければメッシュの靴こういった靴でもいいんですけれどもしっかりここが抑えられる靴もしくは皮で抑えられても痛くない方が一番いいんですけれども皮で押さえてしまった方が一番楽外反母趾に関しては。 あとはですね、人工比較で少し柔らかくて皮よりも柔らかい方が痛くないわとかです、ね、いろいろその人の症状にあった靴を選びますのでぜひ外反母趾で困っている方がいらっしゃいましたらあんまり柔らかい靴は逆に NG です。ですかからしっかり、 自分に合った靴をですね一度あの私どういう靴合うのかしらということで、えー、しばきだけでも構いませんので、えー、ぜひお気軽にご来店いただければと思います皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております